こんばんは。フェザーニュースライブイブニング、この時間も時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。ちょっとはみ出ていますねちょっと身長が高かったかな現在の千葉市幕張の空の様子ご覧いただいているんですけれども、あ、飛行機ですかね。一瞬星かと思ったんですけれども、点滅して動いております。飛行機かな？あ、すごい、こんなにズームできるんですか？どこがどうなってるんだ？これが両翼ですかね？すごい。ちょっと大きすぎるかな、食べるには。ということで、飛行機が飛んでいる様子も雲に邪魔されることなく見えていますし、東京方面の景色、スカイツリーなんかも綺麗に見えていますね。今日はキャンドルツリーです。白と赤の組み合わせがキャンドルっぽくてクリスマスらしい感じですね。12月もだんだんと、ね、時間が過ぎていきまして、今月末はクリスマス、そして大晦日があると思うと早いですよね。残された2023年、大切に過ごしていきたいですね。